計算、言えなかった。計算理論の第4回目の講義を始めます。準備はいいですか？でですね、今日の内容がコード化という内容なんですけども、前回ちょっと残っているところがあるので、そこからまずやっていきます。で、前回何をやっていたかというと、前回ですね、ホワイルプログラム以外にループプログラムとゴートゥープログラムというのを紹介しまして、で、前回やったのは、ループプログラムはどれも、ホワイルプログラムで書き直せるっていうことと、ホワイルプログラムとしては書けないループプログラムがあるってことですね、をやりました。で、もう一つやったのは、どんな Go to プログラムも、ホワイルプログラムに書き換えられるってことを、やりました。で、今日やるのは、その逆で、どんなホワイルプログラムも Go to プログラムに書き換えられるということをやります。でですね、まあ、ホワイルプログラムは何だったかは思い出せると思うんですけども、Go to プログラム何だったか思い出せないかもしれませんので、まず Go to プログラムの復習からやります。で、Go to プログラム何だったかというと、どこにあるんだろうか。ここですね。Go to プログラムは、まあ、いろんな、まず、こんな感じ。こんな感じのものが Go to プログラムで、各行にはラベルがついてます。L1 とか L2 とか。で、そのラベルの後に、なんか文というものが続いていて、その文というものがある決まった形をしているというのが Go to プログラムでした。こうですね。で、その後ろについているものは文と言います。文と言います。で、これは次のページでどういうものが許されるのかことが定義されます。で、どういうものかっていうと、まあ、5種類あって、5種類の中のどれかであると。で、1つは変数に対してそれをプラス1するという文です。で、もう1つは、変数に対してそれをマイナス1をするという文です。で、一度、注意しておくと、この x マイナス1っていうのは、ダメだな、ちょっと書けたいな。x が0の時には、これ0のままです。x0 の時、x マイナス1は0のままですね。まあ、そういう、このマイナスは約束だったということを思い出す。で、3つ目の文は、go to l ですね。そのラベルに飛ぶという命令じゃなくて、文ですね。で、4つ目は、if x イコール0、then go to l ですね。x が0だったら、l というラベルに飛びなさいという文ですね。で、5番目、hold ですね。終了しなさいという文です。で、まあ、これを組み合わせて、まあ、作ったものが go to プログラムですということでした。で、基本的に go to プログラムは、その、ラベルがですね、まあ、小さい順に実行していくんですけども、その go to があったら、それに従って、ラベルに飛んで、そのラベルに書かれている文を実行するということを行うということになります。よろしいでしょうか？まあ、こんなのが go to プログラムでした。で、今からやるのが、ホワイルプログラムを go to プログラムに書き換えるということです。前回は go to プログラムをホワイルプログラムに書き換えるということをしました。です。Go to プログラムに書き換えるというのをやっていきます。どこかな？ここですね。はい。今からやるのはこれですね。F という部分関数がホワイル計算可能だったら、F は Go to 計算可能です。つまり、F を計算するホワイルプログラムがあったら、その部分関数と同じ部分関数を計算する Go to プログラムが存在するということです。いいですか？そういうのがここに書いてあるんですね。まあ、そういう別の言い方すると、Go to プログラムでホワイルプログラムを模倣できる。模倣できることですね。で、これを今からやってきます。つまり、その書き換えるという手続きをどのように行うのかということを説明するんですけど、基本的な考え方があります。ホワイルプログラムは、前から順番に実行されますね。この、セミコロンで伝えた順に実行されます。ので、まあ、それは、その Go to プログラムにおいて、ラベルの順に実行されるってことと、まあ、似てるわけです。似てるわけです。
で、例外があって、例外は、なんかホワイル文があると、この時には、この p っていう部分を繰り返し実行する可能性があるわけです。だから、このホワイルっていうところ、ものがあると、そこでその、処理がですね、そのセミコロンでつないだ順に行われるという規則をある意味破るわけです。で、同じことは GoTo プログラムでも起きて、GoTo プログラムでも、その GoTo なんとかっていうのがあると、その部分で、その順序に従わない実行が行われるということになります。ということで、まあ、そのホワイルが出てくる部分以外は、まあまあ変わらないということですね。GoTo プログラムでそのまま自然にかけて、ホワイルをどのように処理するのかということがまあ問題になるというのが基本的な考え方です。よろしいでしょうか。で、それで、まあ、やることはこれですね。まあ、ホワイルプログラムがあって、ホワイルプログラムっていうのはさっき言った通り、まあ、このセミコロンでこう繋がっていくつか、その、繋がっているというふうにみなしましょう。で、この P1P2 とかっていうのは、ホワイルプログラムです。で、PHP にそのものは、なんかこのコロンで、セミコロンで繋がれた形してないと思ってください。だけども、そのホワイルって形をしているかもしれないわけですね。で、これが当たったときに、こういうそのプログラム、ホワイルプログラムがあって、N 個のホワイルプログラムがセミコロンで繋がれた形をしている場合に、そこから右のような GoTo プログラムを作りますということをやります。で、ちょっと気にしなくちゃいけないのは何かっていうと、もともとですね、ホワイルプログラムの方が、この N 個ですね、のものが連なってできているとしても、そこからできる GoTo プログラムの方は、その N 個のラベルを持つわけじゃなくて、そのラベルの数は変わるかもしれません。ここでは M っていうふうにしてます。M っていうふうにしてます。で、最後のその LM っていうラベルに対応するのところにある、文はホールドであるとします。これはもうこの変換においては決まっていると思ってください。はい。で、まあ、この LM の前にあるラベルは LM-1 で、まあ、そこには SM-1 っていうこういう文が書かれてるはずなんですけども、まあ、この S1 から SM-1 ですね。これをどう作るのかってことがポイントです。で、まあ、その時の M が何になるのかってことは自動的に決まります。この、そうですね。で、そうですね。ここに書いてある通り、SI が PI から作られるわけじゃないので、注意してください。P1 から S1 ができて、P2 から S2 ができる。そういうふうに対応しているわけじゃないので、それは注意してください。はい。で、どのように書き換えるのか、ということを今からやっていきます。ですね。で、上から順番しようか、そうか。まず説明しなきゃいけないのは、上から順番に、このホワイルプログラムを上から順番に見ていって、それで、順番に、この、ラベル L1、L2、L3 に対応するのは、どんどん順番にできていく、と思ってください。で、その時に、今、PI 版、PI というプログラムまで、まあ、来ましたっていうことを、想定します。つまり、P1 から PI-1 までをすでに処理して、それによって、S1 から SJ-1、つまり、その先ほどの、ここですね、この、GoTo プログラムの中の LJ 番目、LJ のところまではすでにできていると思ってください。PI までを見ることによって、LJ コロン、SJ セミコロンのところまでは今できていると思ってください。で、その次、間違えましたね。PI マ、I-1 までのところで LJ-1 までできているとします。で、その次に SPI を見て何をするか考えます。そうですね。それが今ここに書いてあるわけですね。あ、色ついちゃった。それがここに書かれていることです。もう一度言うと、P1 から PI-1 を使って、S1 から SJ-1 が作られたという、もうそこまでできたとします。で、その次に PI っていうのを調整することを考えます。で、PI からその次の部分を作っていくんですけども、どうするかっていうのは、この PI による場合分けがあります。で、PI がですね、あ、だから PI っていうのはまず、ホワイルプログラムです。ホワイルプログラムです。でそのホワイルプログラムが、x、コロンイコール x プラス1とか x マイナス1って形をしているときには、それと全く同じものを、その lj というラベルのところに書きます。いいですか？で、そうじゃない場合。そうじゃない場合。そうじゃない場合は、もうコロンで繋がれていることないですから、セミコロンで繋がれていることはないですから、
ファイルという形をしているわけです。ファイル x not equal 0 do p end という形をその pi はしているとします。で、そうしたら、まず、その初めの行には if x equal 0 then go to ll と書きます。で、この l は後で決まります。後で決まります。で、どう決まるか今から言いますね。で、次のラベルですね。lj プラス1のところには、このホワイル文の中で実行される p というホワイルプログラムを変換した結果を書きます。で、変換した結果、その部分はたくさんの行にわたるかもしれません。ですか？で、何行かわたって最終的にその l-2 というラベルを持つところまでで、この p を書き終えた、部分が終わったとします。p を書き換えて、そのラベルが lj プラス1から l-2 のところまでに収まったとします。収まったら、その次のラベル l-1 のところに go to lj というのが書きます。go to lj、つまりその一番初めのここに戻るところですね。go to に戻るということを書きます。で、これをすることで、ホワイルプログラムが go to プログラムに書き換えられるということになります。なぜか、先ほど言った通り、ホワイルプログラムは、そのセミコロンでつないだものを戻りますと、セミコロンでつないだものを上から順番に実行していくだけなわけです。で、上から順番に実行していくんで、まあ、その実行していくものが、その、まあ、この普通の1かマイナス1を足すってことだったら、それをそのまま対応する go to プログラムが実行してあげて、次に移るっていう処理を行うっていう、そのホワイルプログラムにおける処理と go to プログラムにおける処理というのは、この書き換えによって変わりません。で、どっかに飛ぶっていう処理が問題だったんだけども、それはホワイルプログラムでは、このホワイル、ルエンドって形のところでしか起きません。で、これは、x が0じゃなかったら p を、x が0じゃなかったら p を実行し続けるという部分でした。で、その機能が、この書き換えで実現されているってことをちゃんと把握すればいいです。で、そうすると、まず、x が0だったら、go to ll になります。ll っていうのは、この書き換えた一番最後のラベルがついている文の次の文です。次の文ですので、つまり、ここのその p を書き換えた部分っていうのの、実行が行われずに、次に処理が移るということを、このラベル lj を持っている部分の文が、になってるわけです。だからそれによって x が0だったら p を実行しないということがここで実現できます。じゃあ x が0じゃなかったらどうなるかっていうと、そのまま下のこの p を書き換えた部分も実行します。ので、 x が0じゃなかったら p を実行するということもここで実現できてるわけです。さらに go to lj という部分が一番最後にあって、これによってもう一度この lj の部分の条件判定を行うということができます。で、条件判定を行って、x が0じゃなかったら再び p を実行する。x が0だったら go to で飛んで、もう p を実行しないということが、ここの書き換えで実現できているというわけです。つまり、これによって、ホワイルプログラムが go to プログラムに書き換えられるということが分かりました。よろしいでしょうか？これ証明なんですよね。この後例を見ますが、ここまでいいですか？で、ここで重要なことがありまして、ホワイルプログラムの神父さんの恩恵でありますね。そのホワイルプログラムっていうのは、本当に複雑なプログラムじゃなくて、簡単な機能しか持たないプログラミング言語だったので、いろんな機能を、実装しようとすると、まあ、ここまでその、シンタックスシュガーとか言ってやってきたように、まあ、大変だったわけです。一方ですね、このホワイルプログラムを go to プログラムに書き換えるってことをやるときには、このホワイルプログラムっていうのはすごくシンプルだったから、こんな簡単な証明で全部できるということがわかるわけです。つまり、ホワイルプログラムには、プラス1する、マイナス1する、セミコロンでつなげるホワイルがあるって、この4つしかその構成要素がないので、それによって、この書き換えがこんだけ簡単に記述できるということになっているわけです。もしこれがですね、すごく複雑な、まあ、皆さんが普段使うようなプログラミング言語だったとすると、そのプログラミング言語が持っている一つ一つの機能それぞれに対して、この書き換えっていうのを考える必要があるわけです。
で、これだと、こんな、その、スライド1枚ですね、もちろん収まらないわけです。で、そういう意味でも、このファイルプログラムっていう、シンプルなプログラミング言語を考えることによって、こういう書き換え、あるいは模倣ですね、というものが簡単に実現できることの証明が、簡単にできる。ってことが重要なポイントになります。よろしいでしょうか。じゃあ次、ページめくると例が出てきます。で、例を見ると、やっぱりシンプルすぎてよくわかんないかもしれませんけども、これ左にあるのは、これ前回、以前からあった、これは、X1 と X2 足すっていう機能ですね。だから、よくその add X1、X2 と書いてたかもしれませんけど、まあ、そういうファイルプログラムです。で、それを今の方法に従って書き換えたのが、この右側です。右側 GoTo プログラムです。で、どこがどう書き換わっているのかっていうふうに言うと、この初めのホワイルでこう囲まれた部分。これが、L1 から L4 かな。この子対応しています。で、このホワイルの部分の後にセミコロンがあって、そのセミコロンの後が後ろに続いていると。で、後ろに続いているのがまたこのホワイルで囲まれた部分です。で、その囲まれた部分が L5 から L8 ですね、に対応しているという感じになっています。で、あとは先ほどのレシピに従って、この右側の GoTo プログラムができているということを皆さん、自分で確認してみてください。そうすると、この右側のプログラムも同じく、この X1 と X2 を足し合わせるという機能を持っているということがわかるはずです。ので、皆さん確認してみてください。前回ですね、GoTo プログラムの例として挙げたものも、この X1 と X2 を足し合わせるという機能を持っているプログラムだったんですけども、その GoTo プログラムと、この GoTo プログラムは見た目が違います。見た目が違いますけども、どちらも、その X1 と、あれ？見た目違うかな？見た目同じかもしれない。ちょっと確認しましょうかね。見た目、これかな？これですね。同じですね。同じですね。同じプログラムやられてますね。同じプログラムやられてますね。だから、で、これ、この GoTo プログラムの例は、前回、動きを追ったので、確かに足し算しているんだってことは、納得していただけるかなというふうに思いますし、今の書き換え方ができたってことからも、足し算もしているんだってことがわかるということになります。よろしいでしょうか。これで、前回やり残した部分の、話は終わりになりますが、いいですか。で、一応、まとめの部分もやっとかなくちゃいけなくて、これですね。で、今、やったのは、今と前回のコードも含めて何をやったかというと、この while と go to っていうプログラミング言語は、同じ計算能力を持っていると言っているわけです。つまり、それら2つの計算モデルが計算可能である部分クラスの集合というものは一致します。だから、これはここですね。今、これ書いてるのは、そのホワイルプログラムで計算可能なものと、GoTo プログラム計算可能な部分関数の集合をこの図で表してもらってます。だから、それは、今、青で書いてるこのパーシャルっていうのがあるんですけども、これはその部分関数を全部集めてきた集合だと思ってください。今、分かったのは、ホワイルプログラムも GoTo プログラムも、部分関数を計算するものなんだけども、その集合は同じであるということが分かりました。で、一方で、ループプログラムがあるんだけども、それができるのは、ホワイルプログラムや GoTo プログラムよりも真に小さい。し、前回、その時に使った証明法は何だかっていうと、ループプログラムが計算できるものは、全域関数しかありません。ということでした。この今、トータルって書いてある部分は、この全域関数を集めてきた集合だと思ってください。書きますかね。ファーストこれ部分の。これ全域。全域関数だから、どのような自然数に対しても、自然数が入力に対しても、必ず値が定義されているというわけですね。そうすると、今こういうその、ホワイルと GoTo は一致すると分かったんだけども、もしかしたらそのホワイル GoTo とパーシャルってこの、集合は一致するかもしれないわけですね。今この部分集合だってことは分かっているけども、もしかしたら一致するかもしれない。し、
このループで計算可能なものっていうのは全期関数であるから、この全期関数全体の集合にこのループが含まれるってことは分かるんだけども、もしかしたら一致するかもしれないですね。今ですね、このトータルとに入ってるけども、このホワイルボートに入ってない部分っていうのが書いてます。こういうものがあるかどうかすれば今わかんないです。今わかんないじゃないと、ここまでの議論ではわかんないです。つまりですね、ここら辺ですね、この1番の部分とか2番の部分とか、この3番の部分にあるような部分関数が存在するかどうかってことは今わかってません。わかってません。ここまでの議論ではわかってないです。ですね、ここですね、この領域、その、ホワイルや GoTo で計算可能な、部分関数で、全域関数ではないものっていうのはこれ存在する。これは分かっています。例えば、今までやってるそのインフループってやつですね。その、どんな入力に対しても、定義されないっていう部分関数が、これは、なんだ、全域関数ではないけども、ホワイルや GoTo で計算可能であるものですから、まあ、この領域ですね。この領域に入っているものがあるということはわかるんだけども、他の部分ですね、この1番とか2番とか3番の部分に、属するような部分関数や全域関数があるかどうかは今までの議論ではわかりません。もう少しちゃんと言うと、これ1番っていうのは何かというと、これですね。ホワイル計算可能でない部分関数があるか。ということです。これ今までの議論ではわかりません。もしかしたらないかもしれない。2番ですね。2番ここですね。ホワイル計算可能でない全期関数はあるか。これも今までの議論ではわかりません。で最後にこの3番の部分ですね。ループ計算可能でない全期関数はあるか。これも今までの議論ではわかりません。逆はわかったです。わかったです。ループ計算可能であるものは全部全期関数です。だけども、ループ計算可能じゃない全域関数があるかどうかわかんない。もしかしたら全ての全域関数はループ計算可能かもしれないわけです。で、このらの話は今までの議論ではわかんないんですけども、実は次回以降の話でこれが明らかになっていくというストーリーになっています。こっちの議論で、ある講義で議論します。ということになります。ここまでいいですか？よくわかんないですか？ちょっと急いでるっていう気もするんですよね、なんか。はい。ありがとうございます。じゃあ、前回の部分はこれで終わりにして、今日の話に入っていきたいと思います。で今日はですね、コード化っていう話をするんですけども、何なのかというと、まず何なのか言いますね。何なのかはの前に、いいですね。これ予定よくって、これですね、今までの、すみません。今までの話は、咳払いします。あ、すいません。今までの話は、この部分関数の話をしていて、部分関数っていうのは、特にその、稽古の自然数をとって、1個自然数を返して、まあ、こういう部分関数を考えていたわけです。だけども、その世の中の計算、例えばその皆さんが、使い慣れているプログラミング言語でプログラムするときには、その入力というのは自然数、稽古とかっていうことには、であるとは限らないわけです。例えば、文字列を使ったりとか、ね、ねじゃない、配列を、入力したりとかってことはこうあるわけです。でそういうふうにそのもっと柔軟なプログラミングしたいわけですよね。実際は。でそうすると、そういう、その自然数以外のデータを、その入力したいわけです。ホワイルプログラムに。だけども、ホワイルプログラム自体は、その自然数の組しか入力できませんから、なんとかそういうデータを自然数として表現する必要が出てきます。出てきます。で、そういうのを考えるってことをします。で、特に今日最終的にやりたいのは、プログラムを自然数として表現するということです。よくですね、そのプログラムを入力して、プログラムを返すとかですね。プログラムを入力してなんか処理をするとかっていうようなプログラムを作るっていうようなことがあったりします。例えばその関数型プログラミングだと、その関数を入力して関数返すとかっていうような、まあ、関数のことを公開関数と言ったりしますけども、まあそうでやりたいわけです。で、それホワイルプログラムでやりたい。まあホワイルプログラムでやらなくてもいいんだけども、まあ、我々そのホワイルプログラムっていうのを計算モデルとして採用してますから、まあホワイルプログラムでやるっていう話をしていきます。
で、それをやるためにちょっと順番があって、最終的にはそのプログラムをどのようにして自然数として表現するのかということをやりたいんだけども、その前に順番として、対とかリストっていうものを考えて、それらがどのように自然数として表現されるのかってことの話をしていきます。はい。じゃあまずそのコード化って言ってるんだけど、それ何なのかってことの話をします。コード化というのは、割と今から抽象的な話しますけど、このスライドには本当は図をつけるつもりだったんだけども、図が乗らなかったですね。すいません。集合 A を考えます。集合 A を考えます。で、A のコード化とか、A の要素のコード化といったら、その A の要素、各要素に対して自然数を割り当てる関数だと思ってください。これ、エンクと書いてます。まあ、エンクっていうのはそのコード化がエンコーディング。っていう、まあ、英語から来てるんで、まあ、エンクと書いてると思ってください。はい。だから、A に対して、A っていうのはその、このラージ A ですね。ラージ A の要素に対して、自然数割り当てるんだけども、その自然数は異なる自然数じゃないといけません。例えば、その、この、ラージ A っていう集合に、例えば、まあ、A、B、C、D とあったら、まあ、それら、に自然数を割り当てるで、例えばその A に対して1、B に対して5、C に対して10、D に対して81とか、ね、なんかこんな感じ。まあこういうのがその、その A のコード化になります。A はたかだか多産無限というか仮定していますか？A とですね、仮定してないですけども、まあ、先にその話をすると、そうでない場合にはコード化が存在しないことになります。だから、この時点でこれ定義なので、そう、こういうそのコード化が存在するかどうかは、今は、議論してないです。で、今日する話では全部そのコード化が存在する場合の話をします。で、実際の話をすると、たかだか加算無限ではない場合には、コードが存在しないことになります。で、答えになってますでしょうか？いいですか？まあ、その、たかだか加算無限っていうのは何だか分かんない場合には、今の話は、聞き流してください。で、今日やる話は、そのコード化が存在する場合の話だけをしています。で、実は、次回の話があるんですけど、次回の話では、そのコードができない場合の話が出てきます。で、それで、まあ、このように、その、コード化してるので、その、ラージ A の異なる要素は、が必ず、N の異なる要素に、移されているので、まあ、こういう写像ですね。つまり、このコード化は単写になります。単写になります。で、単写のことを忘れている場合は、この下に単写の定義を一応書いておいたので、まあ、これを思い出すと。で、どういうものだったかというと、写し、F というのは単写であるというのは、写した先が同じだったら元も同じであるということです。これは単写ですね。その皆さん、そのどういうふうにその単写ということを勉強したかわかるんないんですけども、もしかしたらこの対偶である A のとイコール A プライムならば、FA のとイコール FA プライムっていうふうに、まあ、こういう形で聞いてるかもしれません。つまり、その異なる要素の写した先が異なる。っていうね、こういう書き方ですね。で、まあ、これは、まあ、その上の書き方の待遇なので、まあ、上が正しければ下も正しいし、下が正しければ上も正しいんですけども、ただですね、いろんな証明を行うときに、この等しくないっていう記号を扱うのは非常に難しいです。非常に厄介です。ので、何かを証明しようと思うんだったら、単写の定義として上の形を使った方が断然わかりやすいです。断然わかりやすいです。ので、まあ、それはその、単車の定義をどのように捉えるかっていう、その、まあ、視点の問題だけではあるんですけども、何か証明しようと思うんだったら、上の形を使った方が、考えやすいっていうことだけは、ちょっと気に留めておいてもらった方がいいと思います。はい。で、これですね。その A を移した先のことを A のコードと呼びます。ここまでいいでしょうか。はい。いいですか。ではですね、もう少しやって休憩しますね。で、この逆操作のことをデコード化っていうふうに言うことにします。先ほどの例だと、ちょっと先ほどの例が、こういうのをコピーできればいいんですけど、ちょっとこれコピーできないんですよね、私の技量では。
例えばその1という自然数を見て、あ、これは A のコードだったなというふうに思い出すっていうのはこれデコード化です。で、そうすると、これ N から A のこの関数を考えたくなるんだけども、例えば、この今、1、5、10、81という自然数を使っているんだけども、それ以外の自然数は対応する A の要素がないわけです。ないので、その N から A の関数を考えたいんだけども、その2とか3とか4とかっていう自然数に対しては対応する A の要素がないので、ここで考えるものは関数ではなく部分関数になります。つまり、このデコード化っていうのは、まあ、ここ、デック書いてますね。これはデコーディングだからですけど。デコーディングだから、デクと書いてますけども、それは、N から A の部分関数です。で、その移す先になってるんだったら、その移す前のところを返すのが、このデクという関数、部分関数が行うことで、そういうものがなかったら定義されないですね。これ定義されないっていう記号でした。定義されないという形になります。いいですか？で、そうすると、まあ、さっきの例だと、その A が、M があって、A がさっきの例で1に移されたと思うんですけども、ちょっともう一度見ますね。A がそして A1 に移されたと思うんですけども、だからこれが円区で、逆側、逆操作に対応するのがデコーディング、デコード派だというふうに思ってください。ですか。で、そうすると、この任意のラージ A の要素に対しては、エンコーディングをしてからデコーディングをすれば元に戻るという性質が成り立つっていうのは、ここは定義がすぐわかります。まあ、本来はちゃんと証明するべきかなとは思うんですけども、まっすぐわかるので、ここではまあ証明せずに使っちゃいます。でしょうか。で、そうですね。このそのコード化とかデコード化っていうのを実際にどのようにやっていくのかっていうことを、今から話していきます。じゃあ、休憩しますね。2分休憩しましょう。じゃあ、休憩の準備をしまして。はい、じゃあ、2分休憩します。はい、それでは、休憩おしまいで、コード化を実際にどのようにやっていくのかという話をします。で、まずやるのは、この対、あるいはペアのコード化という話です。対っていうのは何なのかっていうと、英語で言うところペアですね。同じかもしれない自然数を2つ持ってきて、それらを組にしたものを対と言います。で、対は、まあ、括弧で囲って表すことにします。まあ、対に対して、この、なんですかね、これ、括弧、なんだろうな。これなんか名前があったと思うんですけども、この括弧の
書き方に名前があって、ちょっと今、つぶさに思い出せないんですけども、まあ、こういうふうにと書くこともある。これ見えないな。ちょっとこれ動かそうか。これは動かせるかな。これはこれ。ああ、動いた。と書くこともあります。で、まあ、例はあって、1、3とか、2、2とか、まあ、そういうものですね。で、この N2 乗と入ったら、自然数の値を全て集めた集合だと思ってください。ことになります。今からやりたいのは、このペアを、対をコード化するってことです。自然数の対のコード化。だから、この N 次乗、この対を全部集めてきた集合から N への単車を作りたい。これ N 次乗ですね。N 次乗、なんだろう。イメージ図です。その、まあ、二次元平面上の公式点だと思っても構わないですね。まあ、ここら辺の点が、これ2、1というのが表しているというような気持ちですね。で、N 次乗から N への単車を作りたい。単車っていうのはさっき言った通り違う2つの要素があったらそれがその N の違うところに移されないといけないわけです。でそうすると旗とこう気づくわけですね。なんか例えばこの N 次乗のですね、この一番下の部分がなんかその N0 となんか書ける部分ですよね。ここだけ見ると、なんか、ここをそのまま、ここにそのままこの N っていうものがあるわけです。そうすると、そこでこの、なんかその、そのままあるっていう対応を、この、書いちゃうと、この一番下の部分を、一番下の部分をコード化するだけで、N 全部使っちゃうような気がするわけです。で、そうすると、その残ってる要素を、どこに、コード化しようとしても、もうすでにそこの自然数使われてしまってるから、うまくいかない気がするんですよね。だそうすると、このコード化っていうのが本当にできるのかどうなのかってことは、なんかあってもよくわかんない気がするんですよ。まあ実際できるんですけども、だからそのできるってことをちゃんと言わないといけないわけですね。で、それ今からやるということです。だから、ちょっと面白いのは、この見た目上ですね、圧倒的にこの N 次乗の方が N よりも大きいのにコード化できると。というのが重要なポイントです。で、どうやってやるのかってことは、まあ、これ考えると面白いんですけども、ちょっと時間がないので、やっちゃいます。やっちゃいます。で、一つの方法として、ここに書いてある、カントールの対関数というのがあるので、それを紹介します。まあ、カントールというのは、これ、人の名前ですね。で、それは、これです。これですって書いてある。これは、だからこれ、まあ、これ計算すればできるんですよね。まあ、その正関数、これ π と書いてますけども、まあ、2つ自然数 A、B を持ってきたら、なんか線形ですって聞いたことがある。それは素晴らしいかもしれませんけど、じゃあ、まあ、聞いたことがある人にとっては、まあ、復習だと思ってやりましょう。このような形をしたものを、まあ、計算すればできます。今、まあ、下に例はあって、例えばこの π、じゃあ π1、11で言いましょうかね。π11。これ計算すると、これやっていく時間があるかな。2分の1かける1プラス1かける1プラス1プラス1プラス1ですね。なんか1ばっかりで、例として良くなかったですね。1です。で、これは計算すると、3プラス1で4ですね。はい。だからこれ合ってると。よかったよかった。で、これの気分を下の図で書いたんですけど、ちょっと図が小さすぎてわけわかんないかもしれませんね。今ですね、この N の方、これ今左から順番に、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていうふうに、自然数が並んでるわけですね。で、その並び方を見て、左側のどの点が、この右側の自然数に移されているのかってことを書いたのが、この赤い字です。これどういうふうに書いてるかっていうと、まず、このまあ、なんていうの、この斜めの線。これに着目します。で、それが、なんかその、左下から右上にどんどんなんか動いていってるというようなイメージをまず持ってください。で、一番下の、この斜め線の上に乗ってるのは、この00っていう点だけです。
その00という点は、この平面上で一番小さい点だと思うわけです。で、思ってそれを0にします。このコード化では。で、次に、この直線ですね。これ書いた方がいいかな。この直線。まあ、この直線、今、まあ、じゃ書くと x プラス y イコール0っていう直線ですね。まあ、この横軸が x、縦軸が y だったら。で、ここに載ってる、点をまず0にしました。で、次に見るのはその次の直線で、これは x プラス y イコール1っていう直線です。で、この直線の上には、この点が2つ載ってるんですけども、左、じゃなくて右下から順に順番をつけます。で、1、2ですね。1、2ができます。1、2ができます。で、その次は、見る直線がここで、これ x プラス y イコール2ですね。で、直線を見て、右下から順番に3、4、5と番号をつけます。で、そうすると、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。ん ?6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。21点点点というふうに番号をつけられて、その番号に従って、その番号そのものを次のコードとします。で、それをまあ式で書いたのが上の πAB になるという格好をしています。いいでしょうか。そうすると、この作り方から、この π は、単車であるだけではなくて、全単車だということがわかります。あ、その今言ってたの図のイメージからですね、図のイメージからすると、この π が単車と、π が単車であるということがわかります。さあ、どの自然数を見ても、その自然数に移されるような元の対が2つ以上ないということですね。で、まあ、全単車と言っているときには、必ず一つがあるということになります。1対1対応ということですけども。で、今、その図のイメージで単車であるということを言ってるんですけども、これちゃんと数学的にもちろん証明できて、ただですね、この証明案外厄介です。案外厄介です。で、一応これはですね、演習問題にしていて、何かというと、このカントールの対関数が単車であることです。で、まあ、皆さん考えていただきたいんですけども、これ案外厄介で、まあ一応ヒントもあるんですけど、まあ案外厄介なので、まあ考えていただいて、本当に厄介だなってことをまあ感じてもらうということがいいと思います。はい。では、まあ単車だから、つまりこれは、高度化です。高度化です。で、実際は全単車でもあるということになります。で、もう一個重要なポイントは何かっていうと、このカントールの対関数っていうのをホワイル計算可能です。つまり、その二つ自然数ですね。x1 と x2 っていうのを取ってきて、そこから x0 っていうのが、出力されるような、関数 π っていうのを、ホワイルプログラムで書けます。で、それを書いたのが、ここです。ここです。で、実際何やってるかっていうと、もう一度式を思い出すと、πAB は、2分の1、A たす B、A たす B たす1、プラス B ですね。だから、ここでやってるのは、ちょっとすいません、ちょっと書き換えますね。今、X1、X2 なんで、書き換えて。書き換えて、そのほうが不得意なんですよね。πx1x2 と書きますね。πx1x2 は、2分の 1x1 プラス x2、x1 プラス x2 プラス1プラス x2 ですね。こうですね。で、まあそうだと思って、ここのファイルプログラムは、この π を計算しようとしているんですけども、どうやって計算するかっていうと、まず x1 と x2 を、足します。だからこの、こっち色変えようかな。色を変えたい。はい。で、この x1 プラス x2、この部分が x3 になります。では、ここの x3 ですね。x3 ですね。x3 です。で、
x4 を1として、x3 と x4 を足したのが x5 なので、つまり、この後ろ側ですね、x1 プラス x2 プラス x4、これが x5 です。これが x5 です。で、その次にマルトってなると、これは掛け算になる関数でした。ので、この掛け算はこの部分ですね。この部分が x6 となるとですね。で、その次に half となります。half っていうのは、これもホワイルプログラムを紹介したときに、偶数だったら2で割るっていう部分関数でした。奇数だったら止まんないんですよね。定義されないんですけども、偶数だったら2分の1するという部分関数で、で、実際この x6 これ必ず偶数ですから、これちゃんと計算できます。half で。この部分が x7 になります。で、それに x2 を足したら π なので、x7 と x2 にアッドして、x0 とするというふうにして計算しているというわけです。π の逆関数はホワイル計算可能ですか？それは今からやります。はい。なんかいい質問ですというふうに言っておきましょうかね。いい質問ですというふうに言ってください。つまりその π の逆関数、まず、π は、全関数ですから逆関数が存在します。ので、逆関数について議論できるんですけども、つまりそれは、先ほどの言葉で言うと、π がコード化なので、そのデコード化をどのようにするのかっていう話になります。っていうのを次にやります。それは置いといて、ここまではいいですか？もちろんですね、これはその、遠い構文を含んでいるので、それをちゃんと書き換えないと、ファイルプログラムになりませんけども、その書き換えについては今まで、議論してきているので、まあ、それを使ってやってくださいということになります。で、今後、この π を計算するホワイルプログラムを π と書くことにします。まあ、これを使っていくわけです。そうか、一つ見せなくちゃいけなかったのは、まあ、これを見せないでいいかな。じゃあ、先ほど質問があったデコード化をやります。すいません。見せるのは後にしようか。はい。で、一つ注意しなくちゃいけないのは、デコード化と言ってるんだけど、今はですね、また色を戻すとですね、まあ、その π っていうのは、対を取って自然数を返すっていう、関数だったわけです。で、これそのまんま逆関数、その π インバースみたいなものを考えると、これは n から、対を作るっていう、こういう関数になるんですね。ただ、で、これがホワイル計算可能だってことを言いたいんだけども、ホワイルプログラムでは、n 次乗というものを、出力とすることは許されていないんですね。出力は必ず一つの自然数になります。はい。なので、この、π インバースっていうのを、ホワイルプログラムで計算しようとするんじゃなくって、どちらかというと、その π っていうのは、AB という対があったら、ちょっと書く場所が悪いな、いつも。書く場所がいつも悪いんで、ちょっとまた動かすと。π というのが、ab という対があったら、ab という対があったら、そこから、その πab っていう、自然数を作るんですけども、今からやるのは、その逆として何を考えるかっていうと、πab が与えられたときに、そこから a を作るとか、πab が与えられたときに、そこから b を作る。っていうのを、ホワイルプログラムでやるということをやります。例えば先ほどの例で言うと、その4から1っていうのを返すのが上の方で、どっちも1なんだな。4から1を返すっていうのが下の方です。これ、例として悪いですね。例として良くないけども、まあ、こんな感じです。で、その、おっと、しまった。これ、だいぶよろしくないな。よろしくないのは、いろいろとよろしくないですけど、ちょっと、ここはちょっと、ここは消さないで、消えた、ここ、消すのはこれで、消し方が。で、それで、ここに書かれているのは、その上の方ですね。この iab から a を計算するホワイルプログラムです。ですね。ホワイルプログラムです。で、これのことを FST ということにしましょう。これ、ファーストのつもりです。ファーストのつもりで FST と書いてますけども。
これはですね、これ説明するのはこれ大変なんですけど、これ割と、そうか、だからこれ何をやってるかっていうと、ただ単に全ての AB を試してます。その全ての AB、A と B の候補を試していて、まあ、その A と B がここでその π5、π6 と書かれているものです。はい。π5、π6 と書かれているものです。で、その π5、π6 を使って、その π5、π6 っていうのが今その候補となる AB です。候補となる AB です。で、その候補となる AB から、その πAB を計算して、X4 としてます。で、その計算した X4 と元の入力であった X1 が一致したら、その時の A、つまりこういうところ、π、X5 ですね。X5 を出力とすると。いうことをやってるプログラムです。で、そうするとこの全ての AB の候補を試すってことをちゃんと書く必要があるんだけども、それが、どれぐらいやればいいのかっていうと、元の πAB という、値プラス1ぐらいだけの、A と B の種類を試してあげれば十分だってことが考えるとわかります。なんでかっていうと、ここに書かれているその π の値、πAB の値は必ず A と B の値以上だからです。ということから、まあ、それをコードにしたのがこれです。コードというか、ファイルプログラムにしたのがここに書かれているプログラムです。まあ、ループっていうのがあるので、まあ、これも遠い構文だと思っていただきたいわけです。ループは必ずホワイルで書けますから、まあ、これホワイルプログラムだと思っていただいてよいということです。まあ、これによって、この iab が与えられたら a が計算できるっていうことが実現できることがわかります。ですか。で、今はですね、この πx5x6 っていう、早いかな。いいですか。ちょっと今早いかなと自分に感じたので、待ちまして、ちょっと背伸びして。はい。いいですか。で、今は、この A と B の候補として、x5、x6 を使って、そこから計算された π の値である x4 が入力の x1 と一致していたら、出力 x0 を A とみなしていた x5 とする。というふうにして、この A を計算するってことをやってたんだけども、この x5 を x6 に変えれば、これですね、x6 に変えれば、この B を計算するっていうプログラムができます。で、それを書いたのが次のページで、で、ここでは、まあ、これですね、ここしか変わってないんですけども、これは SND とか言って、まあ、これセカンドの意味だと思ってください。そして、X1 から B を計算することができるようになります。ファイルプログラムで。まあ、これ、自分で実際、書いてみたり、動かしてみたりすると、これで正しく計算できていることがわかりますし、数学的にも証明できます。よろしいでしょうか。ということで、この対のコード化もデコード化もホワイル計算可能であるということが、まあ、こういう意味でわかるということになります。これまとめですね。カントールの対関数というのを使って、対のコード化はできますし、デコード化、つまり πAB から A を求めたり、πAB から B を求めるっていうのもできるということになります。よろしいでしょうか。で、この対に対する考え方を使って、もっと複雑なものをコード化するということをやっていきます。で、まず、初めにやりたいのは、リストです。リストって何かというと、まあ、ここでは自然数しか使ってないので、その自然数を並べたものをリストと思ってください。これですね。N 個の自然数を並べたものを、まあ、リストと呼んで、N をこのリストの長さと呼びます。一応、英語書いておくとリストです。リストですね。で、まあ、リストの集合をどう表すかというときに、N の N 乗と書いたら、これは長さ N の、自然数のリストを全部集めた集合だと思ってください。で、N スターと書いたら、これは長さにこだわりなくリストを全部集めてきたものだと思ってください。だから、その N の N 乗の、そのスモール N を全部動かしたものですね、を全部集めてきたっていうものだから、合併は集合を取るという形で書けます。ですか。
で、そうすると、まあ、この書き方から見ても、その、このスモール n として0を許されるわけです。0を許されるので、それその長さ0のリスト、だからその、まあ、自然数持たないですね。こういうものもリストとして考えているので、それには注意をしてください。まあ、こういうのを空リストと呼ぶかもしれない。今後この言葉を使っていくかもしれません。長さゼロのリストのことを空リストと呼ぶことがあります。で、リストを今から符号化したい。で、これちょっと厄介で、まあ、いろんな多分流儀があるんですけど、これも、こんな感じでやってみます。長さに関する機能法でリストのコード化を行います。で、長さがゼロの場合は、だから今からやるのはこの、コード化ですね。n で。n スターから n で、こういう、単車を作りたいわけですけども、長さが0のリストに対しては0を割り当てるということをします。で、長さが1だったらどうするかっていうと、まあ、こんな感じなんですけどね。その a1 ってこの形をしてるんですけども、その時には、先ほどのこの追関数を使って、これかな。このような形にします。何かというと、a1 プラス1と0という対に対する、その追関数の値を、エンク a1 とします。このプラス1してるんで、そこに注意をしてください。で、このプラス1をつけないと、ちょっと困ったことが起こるわけです。なぜか。もしくは、このプラス1をつけずに、仮に、エンク a1 イコール、π、a1,0 とすると、なんかまずいことが起こるんですね。で、何がまずいかっていうと、0だけからなる長さ1のリストのコードを計算しようとする。これが π00 になります。π00 は先ほどの、追関数の定義からこれ0になります。で、一方で先ほど上に書いてあるこの空リストのコードもこれゼロなわけです。つまり、二つの異なるリストに対するコードが同じになってしまいます。つまり、この円区は単車ではない。ってことになってしまって、これ困るわけですね。で、この困るのを防ぐためにプラス1しています。だからこのプラス1っていうのは本質的です。本質的っていうか、これがないと困っちゃいます。実はこれプラス1ではなくてもプラス2でもプラス3でもいいんですけども、何かプラスしとかないとこんなことが起きてしまうので、まあそれはちょっと気にしてやってます。いいですか？で、同じようなことを、長さ2の場合にもやります。どうするかっていうと、そのリストが A1、A2 であるときには、まず、その初めの要素だけを持ってきて、それプラス1をします。で、その後ろは、リストの残りのコードを持ってきます。で、それに対して π を適用するということです。で、そうすると、まあ、全部書き下すとこれですね。π、A1 プラス1、π、A2 プラス1、0、カッコ2回閉じると。こういう感じになります。いいですか？ここまで。で、まあ、これを続けていって、長さ一般の L の時にも同じように計算するということをやります。いいですか？ちょっと右に説明したことは、まあ、本来は後で説明させた方が良かったかもしれませんけども、まあ、とりあえずこういうふうに定義します。さっき初めに言ったように、リストのコード化の方法はいろいろとあり得ます。まあ、単車であったら何でもいいので。だから、ここに挙げているのは、その一つの方法に過ぎないってことはちょっと強調しておきますね。はい。で、同じようにやると、例えばその長さ n の時には、a1 から an を並べたリストがあったら、それに対するコードは、a1 をまず出してきて、プラス1したものと、残りの部分のコード、を並べて π を適用したものというふうになります。ですね。
で、下にちょっと例があって、ありますね。ですね。302っていうリストをコード化しようと思ったらどうするかっていうと、まず3を前に出してきて、3プラス1を作ります。で、残った部分のが02なので、それのコードを考えます。で、その2つを 2π を適用したものを考える。じゃあ、この enq02 何でしょうというと、enq02 は0を前に出してきて、0プラス1とする。残りは2ですね。で、それを π で、それに π を適用することになります。じゃあ、enq に何でしょうと言われたら、それは、まず2を前に出してきて、1プラスして、残りは空リストとなります。で、空リストの、符号は0ですから、結局その、これですね、π4、π1、π30、とじとじとじという形のものを持ってきて、まあ、この π を3回計算してあげればいいと。で、実際やると775出てきます。一応ちょっと、じゃあ、計算、プログラムも書いたんで、まあ、プログラム書いたから出て、これ見ることによってなんかわかるかというとそういうこともないんだけども、まあ、一応やってみると、リスト、今やった例が何だったかちょっと思い出せないので、今やった例は、302ですね。302なんで、インク。これは Ruby なんで、30とこう書かないといけなくて、こう書くと775出てくるというわけですね。はい。だからこれ、まあ何でもできます。何でもできるって言ってたけど、じゃあリスト、じゃあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、こんな感じでできます。さあ、これのコードは何でしょうっていうクイズを突然やってもわかりませんけども、まあこれ計算すると、まあこんな感じになるということですね。まあこのコード化によって割と大きな自然数が生み出されることがあるんですけども、重要なのは、その自然数になるとです。自然数になって、なおかつこれは単車である。ってことが重要です。ここまでいいですか？で、単車であるってことを実際はこれ証明しなくちゃいけないんですけども、またこの証明がちょっと厄介なんですね。まあ、その π が全単車であるっていう性質を使えばそんなに難しくはないんですけども、まあちょっと考える必要はあります。で、これがここですね。この enq は単車である。で、まずですね、じゃあ単車であることを証明しようとするときに、このコードを今こう E とするんですけども、この A1 から AN ってリストをコード化した結果から、まずこの長さが復元できるってことを確認したいと思います。で、そのためには、まあ、ここにあるような、まあ、アルゴリズムを、まあ、適用してあげればいいと。何かっていうと、まあ、N が0のところから始めますと。で、E が0だったら、E が0だったら、E を0とするようなリストっていうのが実は空リストしかないから、N そのまま出力すると、長さとして0が出力されます。で、そうじゃなかったら何をするかっていうと、この E の、2つ目の引数、そのセカンドですね、セカンドを見つけます。E っていうのは、E じゃなくて、E ですね。E は、だから、E はどういう格好をするかっていうと、π, a1 プラス1、enq, a2, 点点点 an。こうですよね。これ今、定義通り書きました。ので、この二つ目の引数の方ですね。これが、セカンド e です。で、何かっていうと、このセカンド e の長さが分かれば、それにプラス1をしたものが E の長さです。ってことをここで、繰り返しやってます。で、最終的に、この E、この後ろの部分は空列になりますから、空リストになりますから、空リストになったら、この2番のところで N は出力されると。それまで N はプラス1していくということになります。いいですか？ただ、これによって、この、コードから、リストのコードからリストの長さがまず分かります。いいですね。重要なのは何かっていうと、この E イコール0ならばっていうのが起こるのが、その空リストにしかありえないっていうのが重要です。ですね、でそのためにこのプラス1っていうのをしているということになります。だから、そういう意味で言うと、これはプラス1じゃなくても、プラス2でもプラス3でも、この、書いてあるところの引数が0にならなければ、
まあ、何でもよいということになります。はい。まあ、そういうふうに、この円価は作っています。はい。で、じゃそれができたら、あとは、この長さわかりますから、その長さの分だけ、繰り返すと、E から A1.AM というリストが求められます。1位に求められます。つまりそこが単位差であるということがわかるとなります。で実際にその復元の仕方はどうするかということをここに書いています。何かというと、先ほどあったように、文字数学と E というのは、πA1 プラス1、円区、ちょっとここは今書きます。円区、A2、点点点、AN。なので、まずその A1 を復元したかったら、この π の始めの部分、だからこれファーストですね。ファースト E ですね。を見て、そのファースト E から1を引いたものが A1 になります。それがここですね。I を1から始めて、ファースト E から1を引いたものを A1 とすると、殺します。で、E をセカンド E として、この後ろの部分がセカンド E ですね。として、繰り返すってことをやると、順番に A1、A2、A3 っていうのが分かってくると。で、それを N 回繰り返せばいいということになります。これによって A1 から AN というのが1位に決まって長さ N のリストが復元できます。つまり E から H、AN が1位に決まるので単位差であるということが分かるということです。よろしいでしょうか？で、ちょっとここではこのアルゴリズムって書いたんですけども、まあ、このアルゴリズムと言ってるもの自身がそのホワイルプログラムなのかどうかって言われると、またちょっとこれは、まあ、そうとは言えなくて、なんでかっていうと、ここでは A1 から AM という N 個の自然数を出力しているからです。だからここではまあホワイル計算可能っていう言い方はしないんだけども、まあ、実はその A1 とか AM とかそのピンポイントでその一つだけの要素を返すことっていうのは、実はホワイルプログラムでできます。ってことを、時間があれば、今日やりたいんだけど、もしかしたら時間がないかもしれないですね。はい。つまり、この、まず言いたかったのは、結論として、このリストのコードが単位差であるということですね。重要です。はい。いいでしょうか？でしょうか？で、これができたら、いよいよ、プログラムをコード化するってことをやります。で、リストのコード化を用いることで、プログラムのコード化を行えるということを今からやります。で、本当は、ホワイルプログラムのコード化を行いたいんですけども、ホワイルプログラムは再帰的に定義されているので、ちょっとホワイルプログラムのコード化を考えるのはちょっと厄介です。まあ、コード化を考えるのは厄介ですが、実はデコード化を考えるのは厄介なんですけども、まあ、どちらも厄介なんで、そういうことをせずに、代わりに GoTo プログラムのコード化を考えます。で、我々はホワイルプログラムが GoTo プログラムに書き換えられるってことを知っているので、ホワイルプログラムをコード化したかったら、まずそれを一旦 GoTo プログラムに書き換えて、その書き換えられた GoTo プログラムを今から行う方法でコード化する。ということによって、ホワイルプログラムのコード化が行えるというふうに思ってください。だから GoTo プログラムを導入したのは、まあ、前回、あるいは今回、そのホワイルプログラムと GoTo プログラムの計算能力が同じですよっていうその証明の例を示すっていうこともあったんだけども、ここでそのコード化をするためにちょっと便宜的に GoTo プログラムっていうのを考えているっていう側面もあります。原理的にはホワイルプログラムを直接コード化するともできますけども、ちょっとその説明は難しくなるので、ここでは代わりに GoTo プログラムを使ってコード化をやっていきます。では、GoTo プログラムどのようにコード化するか。GoTo プログラムが何だったかっていうのは、今日の初めにちょっと復習したので、で、このスライドの復習があるんですが、それはちょっと飛ばします。はい。で、GoTo プログラムどのように複合化するか。これが GoTo プログラムの形ですね。N 行あるとします。で、まずやるのは、各文をコード化します。この S1 とか S2 とか。で、それは、その文のコード化っていうのはまだやってないので、これを後から示します。で、そうすると、文をコード化した結果っていうのが得られます。それが今、並んでます。並んでます。で、並んでるので、それらを並べて、あと、
使用する変数の、あ、入力変数の数です。入力変数の数と、プログラムの中で使用する変数のスウェージの最大値。これをそれぞれ K と M として、それを前につけます。それでできた長さで N プラス2のリストを作ります。で、そうするとこれは自然数のリストなので、先ほどの方法でそのまま行動ができます。で、このようにしてプログラムのコード化を行います。アイディアはいいですか？ちょっとここで、その変数の数とかを入れているのは、次回やりたいことがあって、次回やりたいことにおいて、これここにその入力変数の数とか使用する変数のそれぞれの最大値を書いておくと便利だからやってるんですけども、原理的にはプログラムだけ見れば使用する変数のそれぞれの最大値が決まります。決まりますから、本来は M とかいらないんですけども、まあ、ここでは書くことにします。で、そうすると、その各文をどのようにコード化するのかってことがまず決まれば十分だということがわかるので、それを書きます。GoTo プログラムの文は、プラス1かマイナス1か GoTo か条件付き GoTo か Hold です。ですね。で、その 5つの種類の文があるので、それぞれに対して、この次のようなリストのコードを作ります。これリストのコードです。例えば、足し算の場合には、必ず初めに1をつけます。で、後ろについている i が何かっていうと、使われている変数の数字です。ですか。で、引き算の場合には、同じようにやるんだけども、その1じゃなくて2にしましょうと。GoTo の場合は、3をつけましょうと。で、後ろに来ている j というのは、そのラベルの数字です。ですか。で、if xi イコール0前後と lj とあったら、そういうような、こう、文に対しては、初めに4をつけます。4をつけて、変数の添え字である i と、ラベルの添え字である j を次に並べます。で、hold だったら、これ5だけ。っていう形にします。で、これによって、この文のコード化を行う。ってことをします。いいですか？これで GoTo プログラムのコード化の説明をおしまいです。実際に今から例やってみますけど、ここまでいいですか？例やってから聞いた方がいいですかね。じゃあ例やってみますね。このような GoTo プログラム、これ先ほどあったその、X1 と X2 の足し算を行うっていう GoTo プログラムですけども、じゃあこれをコード化してみましょうと。で、まず見るのは、このプログラムは、プログラムはもともとその、2変数、分関数を計算するものなので、入力変数の数は2ですが、K は2になります。使用している変数の数字の最大値、これ見てみると、2だとわかるので、M は2になります。いいですか？これは後で使うので覚えておきます。で、次にやるのは、各文のコード化です。次のページですね。こんな感じになります。例えば、はじめの文。これは if 文、いや、if then go to になってますが、先ほどの、規則によると、まず4、あ、先ほどの規則、これ一番下に書いてありますね。if の場合は 4ij だから、で、i っていうのは変数の数字1ですね。で、j はラベルの数字5だから、415っていうリストをコード化します。で、そうすると、これは先ほどの規則に従ってリストをコード化すると、pi5、pi2、pi6、0、閉じ閉じ閉じとなって、これ計算すると46050になります。いいですか？ 2 番目の文。これ x0、コロンイコール x0 プラス1なので、先ほどの規則に従うと、足し算は、1i を持ってくればよく、良いと。で、i が変数の数字で、それ0です。だから10をコード化すればよいと。で、コード化するとこれ7になります。っていう感じで、この9個の文それぞれをコード化します。そうすると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、そして9個の文ですね。9個の文をそれぞれコード化すると、こういう数字数が得られます。で、これらを並べて、前に K と M をつけたリストを考えて、それをコード化します。
これですね。先ほど出てきた9個の自然数と K の値2と M の値2を並べてコード化します。こうなります。で、これ計算すると、次の結果、この結果は次のページの通り、ここに収まらなかったんですけども、収まらなかったら次のページになって、こんな感じになると。もうこれ読めないんですけど、これ自然数です。自然数です。こんな感じになると。ということで、だからまあ、この自然数、この自然数が重要なんじゃなくて、こういうふうにその自然数になるっていうことが重要です。しかもこれが、単車になってる、ね、ことが重要です。つまり、この、自然数があったら、この自然数が、先ほどの GoTo プログラムが復元できます。復元できます。すごいですね。まあ、こんなたくさん並んでいる自然数、皆さん今まで見たことないかもしれませんけど、まあ、割とその簡単に計算ができて、ちょっと時間がないかな。まあ、さっきのその Ruby プログラムでちょっとやってみると、Ruby プログラムでやってみると、これですね。コード2246050で、7。2431557275708727513461346閉じて計算すると、まあ、こんな感じですね。まあ、すぐ出ますね。一瞬ですけど、計算は一瞬だけど、これもう読めないですね。もう何桁かすらわかんないんですけども、だからもう一度言うと、この数字が重要なんじゃなくて、このような形で自然数に移せる単車で、ということが重要です。ここまでいいですか？これで GoTo プログラムのコード化の話はおしまいです。だからこのようにその自然数にできるってことが重要ですね。いいでしょうか？で、なんでこういうことをするのかっていうことは、次回やるんですけども、まあ、次回やりたいのは何かっていうと、こうすると、プログラムをコード化したそのコードを、プログラムに入力できます。そうすると、擬似的にプログラムを入力して、プログラムを処理するプログラムっていうのが作れるようになります。まあ、それがさ、初めに言った、まあ、関数型言語でいうような、公開関数のようなことができるようになるということになるわけです。で、それをやるたびにこういうことをやりました。で、次回ですね、そんな感じで、プログラムを、のコードを入力として、そのプログラムのコードを処理するようなプログラムっていうのを考えたいので、つまり、プログラムの中でリストの処理を行うことになるんですね。で、それをどのようにやっていくのかっていうことを、ちょっとちゃんとやんないと本来はいけないので、その話を残り10分ぐらいでしたいと思います。軽くやります。軽くやって10分のところを5分にしたいんですけども、例えばですね、こんなこと。X1 っていうのを入力したときに、その X1 がリストのコードであるかどうかを判定したいっていう、関数を考えます。つまり、X1 があるリストのコードであるんだったら1、そうでなかったら0っていう、これは全域関数ですね。これ全域関数です。で、これは、ホワイル計算可能です。だから、この、関数を計算するようなホワイルプログラムあります。で、次のページに書いているんですけども、まあ、あんまり説明はせずに、気分だけ言うと、気分を言うのをやめようかな。これはできます。講義のページに、一応そのリストを処理するプログラムで、まあ、ホワイルプログラム風の Ruby プログラムを載せてますので、まあ、それを使って自分で実際に、いろいろと実験してみると、確かに、やってるなってなんだろう。この先ほど言った関数をこのホワイルプログラムが計算してるなってことの実感が湧くと思うので、試してみてください。実はまず一つ重要なのは、リストのコードになってないような自然数が存在します。それ実際見つけていただくと面白いんですけども、まあそういうのが見つかれば、こういう実験も簡単にできるということになります。いろいろと試してみてください。これ一つ目です。で、次にあるのが、先ほどもちょっとあったんですけど、リストのコードを受け取って、そのリストの長さを返すっていうプログラム、じゃなくて、関数、部分関数です。それ今、len としています。len は、len x1 は、x1 が長さ n のリストのコードだったら n を返します。
で、そうじゃなかったら、定義されない、止まらないっていうふうにします。そうではないっていうのは、まあ、その、リストのコードではないときですね。ないときには、定義されずに止まらないと言います。で、それは、ま、ここの下にあるような、ここはその、もう、is リスト、先ほど使ったものを使ってまして、それを使って、実行しています。まあ、これも、先ほど言った、授業ページにある Ruby プログラムで書いてますので、皆さん実験してみてください。ですね。で、三つ目に、やるのは、先ほどちょっと言った、その、リストのコード化の逆関数に対応するようなデコード化です。で、これはデコード化をどのようにやってるかというと、E というリストのコードがあって、もう一つ I というのを引数に取ります。で、その時に E という、E がコード化しているリストの I 番目の要素を返すっていうのが LM、EI です。もう少しちゃんと言うと、ここですね。E がリスト H…an のコードであり、I が1から N の間にあるときには、AI というこのリストの I 番目の要素を返します。で、そうじゃなかったら定義されない。そうじゃないっていうのは、E がリストのコードでないか、あるいは、I が1未満、N、1未満または N よりも大きいということです。その場合には定義されない。止まらないということですね。で、この実装は割と苦労したんですけど、一応書いてあって、多分これで正しく動くと思うので、これも皆さん実験してみてください。間違っていったら教えてください。あ、これ、私これ自分で考えてるんで、なんか本とか見てもこれ演習問題になってて、私はこれ演習問題これ解いてるんですけど、まあ、間違ってる可能性もあるので、皆さん自分で確認してみてください。皆さんが自分で確認するっていうのは非常に重要です。私が言ってること間違ってるかもしれないので、皆さんが自分で確認するっていうのは重要です。だからよくなんか数学の授業とかでなんで証明するんだとかっていうふうに思われるかもしれませんけど、証明をお伝えしているのはなんでかっていうと、それによって皆さんが教員の言ってることを検証できるからです。教員が言ってることが間違っているってことは、往々にして大手はよくあります。で、数学のいいところは何かっていうと、その教員の言ってることが正しいか正しくないかっていうことを皆さんが検証できることなんです。例えばね、ニュートリノが存在しますとかって言われても、我々こう検証できないんですよね。だからそれ信じるしかないんですよ。だけども、数学は違って、言われたこととか、なんかその事実というものに証明がついてて、その証明を正しく終えれば、ちゃんとその言われたことが正しいかどうかってことを検証できるんですね。で、検証できるっていうことは非常に重要な性質で、そういうものを皆さんは扱っているんだってことを認識していただくのが重要です。ので、だからここでこれが計算してるんだよとかっていうふうに私今言ってますけども、それが間違ってる可能性十分ありまして、それは皆さんがちゃんと検証していただけると私としてもありがたいということになります。別にこれ私自身の責任を放棄してるわけじゃなくて、学問とはそういうものだということをお伝えしているということですね。すいません。今の余談で。で、今やったのは、E というリストのコードから I 番目の要素を抜き出すというものでした。で、もう一個、次回使うのは、replace という、処理で部分関数で何かというと、また先ほどと同じように、E と I っていう引数を取るんですけども、もう一個 X っていうのを使います。で、これ何かというと、この E というのが、E というのが、そのリストの、リストのコードであるときに、replace E, I, X をやったら何になるかというと、まあ、これもリストのコードなんですけども、その元々のリストの I 番目のところの、要素を X に置き換えたもの。X の控えたリストのコードを出力する。ってことが、このリプレイスでやりたいことです。それをここに書いています。E がリスト H…an のコードであり、I が1以上 N 以下であるときに、この I 番目の要素を X に置き換えると。I 番目の要素を X に置き換えたリストのコードを出力する。ってことをします。で、この条件、今言った条件が満たされないときには、このリプレイスは定義されない。という部分関数です。まあ、こういう処理を今後やりたいんですね。で、
これを考えるのは演習問題になって書いてあるかな。演習問題です。演習問題です。演習問題です。ので、考えてみてください。今まで出てきた処理とかを、何の意味があるんですか？どういう意味、どういう意味なのかっていうことが、わかんないんです。どういう意味なのかがわかんないというのは何なのかっていうと、なんでこれをやる必要があるのかってことですか？そうですね。まあ、簡単に言うと次回使うからなんですけども、E というものを、だから、まずですね、リストそのものをホワイトプログラムには入力できないわけです。ホワイトプログラムっていうのがあったときに、まずホワイトプログラムは、この稽古の自然数を入力として1個返すんですけども、自然数を。リストっていうのは長さが決まってないわけですね。だから、初めからこの K っていうのがわかんないわけです。そうすると、そのリストを入力させるようなプログラムっていうのは直接書けないんですよ。だからその代わりにリストをコード化して、コード化した結果を一つの自然数として、その一つの自然数を入力とするような形でしかリストっていうのは処理できないんですよ。ホワイルプログラムで。だからそれがそのホワイルプログラムを処理するために必要なんですね。そのまずリストのコード化が。で、そうすると、リストのコード化したその E っていうのが、このプログラムに入るんだけども、その E っていうのはもともとリストをコード化したものなので、この E という自然数をこのプログラムの中で使おうとして、リストの一部を書き換えようと思ったら、コードリプレイスっていうような機能が必要になります。例えば皆さんそのプログラムを書いていて、なんか配列があって、A0、A1、点点点、AN-1 とかっていうのがあったときに、この A1 だけを書き換えるとか、AN-1 だけ書き換えるとかってことはこれやると思うんですよ。で、それをやりたいっていうのがこのリプレイスです。あんまりわかんないですかね。イメージわかんないですか。まあ、次回これ使うので、まあ、次回、やってみて、もう一度、こんな感じで使うのかなっていう感触を、持ってみてください。はい。最後に、もう一つありまして、ちょっとこれも演習問題なんですけども、まあ、紹介すると、何かっていうと、is prog x1 ですね。はい。これは、x1 が、ある GoTo プログラムのコードであったら1、そうでなかったら0っていう関数です。これはその今上には部分関数で書いてますけども、これ自身は全域関数になります。これ全域関数です。でこれは先ほどのその GoTo プログラムのコード化をどのように行っているのかってことを、まあ、追っていただければ、どのようにホワイルプログラムを作ればいいのかってことはわかると思うので、まあ、ちょっとこれややこしいですけども、まあ、一応演習問題にしています。演習問題にしてますけども、まあ、これによって、その入力されたものがプログラムであるかどうかってことを判定できて、まあ、プログラムであったらなんか処理をするとかってことが、プログラムでできるようになります。はい。ちょっと最後の方が駆け足になってしまってきなかったんですけども、皆さん、自分で、検証できる部分は検証するようにお願いします。で、まとめなんですけども、今日やったのは、その、最終的にはそのプログラムをリストとしてみなしてコード化するっていうことをやって、そのために、ツイートかリストっていうのを扱ったということになります。で、これをやることによって何ができるのかってことは次回やるんですけども、それが次回の予告で、これがこの講義のハイライト1と書いてあるんで、ちょっと言っておきたいんですけど、何かっていうと、まず、ホワイル計算不可能な部分関数が存在することを証明します。次回。ようやくやります。ホワイル計算不可能な部分関数が存在します。で、そういうの中で、対角線論法という証明手法を使うので、それも紹介します。で、もう一つは、万能プログラムと呼ばれるものを設計するということをします。まあ、万能プログラムっていうのは、皆さんがよく知っている言葉で言うと、インタープリターということになりますけども、それをどのように設計するのかって話を次回はやります。はい、ちょっと、時間がオーバー気味ですいませんでした。あと30秒ぐらいしかありませんけども、じゃあ30秒と、その後の時間を使ってコメントの方を書いてください。よろしくお願いします。
コメント、すみませんね。コメントのリンクは、あれですね。あれっていうのは、すみません。あれしか言えないな。クラスルームもありますし、今、チャットの方にも貼りました。そちらの方からよろしくお願いします。コメントはですね、3時までは書けることになってますので、まあ、3時までに書くようにしてください。よろしくお願いします。だから30分ありますので、よろしくお願いします。はい。では、今日の講義はこれで終わりにします。ありがとうございました。